キンプリからの転機、元ジャニーズたちのキラキラ感喪失と未来の行方。ジャニーズ事務所から脱退したアイドルたちの姿が、ファッション雑誌の表紙で物議を醸しています。キング、リンチェプリンス、元メンバーで構成されたユニットンウンベル、ナンバー、アイ、11月15日発売の雑誌で W カバー飾りましたがその写真に対するファンの反応は厳しいものでしたた。 特に平野仕様の気だるそうな表情と、かつてのジャニーズ時代の輝きを見失ったような印象がネット上で話題となっています。この出来事を契機に、ジャニーズを離れた元アイドルたちがどのような変化を遂げているのか、そしてこれがジャニーズにとって新たな局面を示すものなのかを追求していきます。変わり果てた姿にファン絶望。 ナンバー I のファッション雑誌表紙に登場した平野市洋神宮寺ゆうたきしゆうたの写真に対するファンの反応は冷ややかです。特に平野紫耀に対する厳しいコメントが目立ち、ジャニーズ時代の覇気がなく、おらついた YouTuber のような仕上がり、といった声が上がっています。これが、キラキラ感の喪失、として表現され、ジャニーズを離れたアイドルたちが、 直面する難題が垣間見えます。ジャニーズ時代との対比、ジャニーズ事務所を離れたアイドルたちの変貌に対するファンの意見は厳しいものが多いようです。かつての輝きや覇気を失ったと感じる声が広がり、こんな顔だったっけ、普通の人に戻った感じ、といったコメントが目立ちます。 これは、ジャニーズという特別な環境で培われた魅力が、アイドルたちの外見やパフォーマンスに大きな影響を与えていたことを示唆しています。キラキラ感の消失とはキラキラ感がなくなるという表現はジャニーズというグループを離れたアイドルたちが抱える悩みや課題を象徴しています。 ジャニーズというプロダクションはメンバーたちに対する独自のトレーニングやプロデュース力によって彼らを輝かせ個性を引き立たせていました。そのサポートがなくなることでアイドルたちが単なる普通の人となりファンにとっては独特の魅力が薄れてしまったようです。ジャニーズを離れたアイドルたちの現状ナンバーアイのメンバーだけでなく手越祐也や錦戸土 渋谷スバルなども、ジャニーズを離れると一変して、年相応の男性となり、以前の輝きを失ったと言われています。一方で、スノーマン、メグロハスや、何わ男子、道江主優は、新たな輝きを手に入れつつあり、ジャニーズから離れたことで、個々の可能性が開花しているようです。 これはアイドルたちの個々の適応力や新たな舞台におけるプロダクションの役割が浮き彫りになっています。未来への展望。ジャニーズ事務所を離れたアイドルたちの未来には賛否両論があります。一部のファンからはジャニーズを離れても輝き続けると期待の声も上がっていますが、一方でジャニーズのバックアップなしには普通の人との厳しい意見もあります。 ジャニーズという特殊な環境が彼らを支え、成功へと導いてきた要因がなくなることで、彼らが新たな舞台でどれだけ輝けるかが問われています。ジャニーズ事務所を離れた元アイドルたちの姿勢やファンの反応を通じて、ジャニーズという特殊な環境が与える影響の大きさが浮き彫りになりました。 一部のアイドルはジャニーズ離れ後も輝きを増し、新たな可能性を開花させていますが、一方でそれに対する批判も多く見受けられます。ジャニーズ事務所にとっても、これからはアイドルたちの成功に対するアプローチやサポートが変わっていくことが予想されます。ジャニーズという名前を離れた未来のアイドルたちにとって、新たな挑戦が待ち受けていることでしょう。